はい、皆さんこんにちは、アチでございます。 PC88 のエメラルドドラゴンパート28やっていきたいと思いますね。やばいわこれ、ちょっと待ってね。もうねフォーメーションがまずいねこれね。もう固めちゃいましょう。なるべくアトルちゃんをアトルちゃんにたげらせましょうね。あ、違った。ああ、しまったな。アトルちゃんをターゲットにして、あ、ピピ言っちゃった。でね、こういうスタムリンさんね。で、ちょっと後ろ守りましょう。で、弓矢さんね。この辺で、ピピピピ言いますね。5番目の人はね、もうこの辺にしましょう。7番。で、選択7番。イエスで、はい。で、行きましょう。こっちね。こっちですね。で、こう上がっていくところで、確かね。もうマンティコはバンバン攻めに行きましょうね。もう、なるべく私をね、アトルちゃんをね、タゲにして、ここですね。もうやっぱ NPC がね、バカバカ、去っていっちゃうんでね。そう思うと、なるべくアトルちゃんを最優先に装備を良くした方がいいのかな。ハスランみたいに上げてすぐ入れていかれちゃたまたまじゃないですからね。さて、この感じ、どうしよう。こっちですかね。もうこんな遠目にするね。こいつがたまったもんじゃないね。硬いというかね、一言でかいのよね。本当にね。あ、でもね、これでね、結構アトルちゃんに皆さん来てくれそうな感じがしますね。このフォーメーションはそれなりにいいような感じしますね。骸骨はなんとかしてください。なんとかならんかったな。いや、なんとかしてくださいね。もうそちら側でね。2匹ぐらいいそうな。違うか、1匹でしたね。くぐって、また宝物か。お金がもうちょっと貯まってもいいかな思ってたんですけど、意外に200パルスって少ないね。よいしょ。まあね、11パルスしか入りませんからね。でこれ抜けて、もう一発上に行けるのかな。今回のフォーメーションなかなかいい感じがしますね、我ながら。なるべくファルナ姉さんが突っ込んでこないような感じにしたいんですけどね。突っ込んでいかないようなね感じにしたいっていうことなんですが、よいしゃー。あ、タムリさんがねレベル上がりました。なんかタクミさん追いついてきてる感じがしますね。これどうなの。あ、まだいけるか。これ宝箱かい。どうなんでしょうね。500パルス、お金より装備が欲しいですけど、ここで、あ、上、もう上までいっぱいになっちゃった。どういうことこれ。どこ行けんだい。
ここなんか全部回ってるな気がするんだけどね。ちょっと相談させてください。バギンを早いところ見つけました。ああ、ゴミの入り組んだ迷路になっている。気をつけろ。気をつけろだけじゃ分かんないな。これ行きましたからね。あ、違うな、違うな。ちょっとね、いや、ちょっとじゃないな、かなり迷ってる感がありますね。え、どうしようどうしよう。これね、変に突っ込みどころ間違えるとね。あ、そっか、牛がね、牛が接近してきてるんですよね。牛はもう完全近接なんだよね。てか近接しか持ってないんだよね。あー、まだボーンって言った。あー、これね、もう、あら、ま、あんたもかい。よし、いやー、ファルナさん回復して。マンティコはいたのか。あー、もうマンティコはね、もうかなんな。どう行く。あー、来たね。行かせないわよ。あと一匹、あれか。ですが、どうなんでしょうね。ちょっとあれですね。意外にお金がたまんない。たまんないのと、はい、矢面立ってる間は問題なさげーな感じですね。よいしょ、これいきますね。これはいけるでしょう。ああ、まあちょっとね、あの今単調気味なんでね、見ててもまあはやってる私も結構つらいでね。見てるともっとつらいでしょうね。ね、実はね、つい先日にあのスタークルーザー、うん、あのアルシスのね、アルシスソフトウェアさんのスタークルーザーをね、またこの近いうちにね、実況ができればいいかなと思って準備してますね。なかなかね、うまいことね、いかないというかね、まあ、私が忘れてて、もうね、やってる時はね、そんなにまずいゲームじゃないなと思ってたんですけどね、久しぶりにやってみるとね、かなり結構まずかったですね。あ、やっぱこの時代のゲームってね、まずいのがデフォルトなんですよね。だもんでね、もう本当にね、何回もね、やってすぐね、宇宙の大海原でね、死んじゃって、ね、ガス欠で死ぬんですよね。大抵ね、私の記憶ではね、大抵ガス欠で死にます。スタークルーザーさんね。まあ、やってね、ある程度育てることができたというので、手応えをね、得たんでね、まあ、またこれも久しぶりにお見せできればなと思う反面、
ここどこどこというか、もう全然、入り込みすぎやろ、これね。入り込みすぎだで。入り込みすぎでちょっと、ダメだで、これ。ちょっと、まさかなんか謎かけとかないよね。もう一通り回ったで、これ。なんか嫌な予感しかしないんだけどね。よいしょ。いや、入っていいのか。いや、入っちゃダメでしょ、これ。入っちゃダメでしょ、行ったもんね。あれ？入っちゃダメよね。いや、でも入るしかないか。ちょっと入り組みすぎってか。入り組みすぎじゃないでしょ？ちょっと困ったな。もうね、ヤマンがね、かなり、あ、違うか。あー、これなんかタムリンに行くね。タムリンさんに行くね。あ、やっぱり。どこから行きゃいいんだろう。もう全部行ったよね。ああ、行ったわ。これ行ってないのかな。なんかちょっと詰まってますね。戦力的には悪かないと思ってるんですが、悪いのかな。ああ、うん。なんとか。なんとか。あ、いだってて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 。ヌエが消えたのか。あ、ヌエじゃねえ。あ、違う。うん、骸骨だね。行くべきはね。骸骨まで消されたらたまったもんじゃないな。おお、あんなとこいたのか。ああ、しまった、離れちゃった。どう行く、どう行く、どう行くのかな。これいけるでしょ。ぶっちゃけ消してくるやつらがいるので。はーい。なんとかなる？あ、なるね。こっちしかないか。もう一匹いるんだけどね。あ、いたね。もうちょっと。あ、届かなかったか。困ったな。困ったね。あ、違うよ、違うよ、違うよ。ああ。戻ってるのか。あー、また出てきたわ。もう、22まで来ましたね。これ入っててもね、下に入っててもダメだったと思うんで、よいしょ。あ、そっち行っちゃうかい。そっち行っちゃったか。おお、いた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 。あ、ダメだこれ。あ、ダメじゃなかった、ラッキー。もうちょっとファールマネージャーで回復して。あー、もう一発。いや、ダメだろこれ。ダメだろ、ダメだろ。あー、ダメだー。あ
前もう勘弁してよ。どここれ、どこでセーブした、あ、ここか。もうファルナ姉さん辛いな。ファルナ姉さん今現状装備上げれないもんね。シールド無理でしょ、帽子あれで最高でしょ。ねえ、どうすりゃいいんだい、出ていくなとも言えないしね。つらいなあ。でこれ南側に行けばなんかありそうな感じだっけ。行き止まったような気がするんですけどね。でもないかい、どうだいどうだい。あ、まだ続くね、結構続いてますね。一応セーブするか。おおお、あ、これ入ったような気がするな。え、なんかちょっとよ、行ったような気がするんですけどね、ここね。あー、なんて怖が、移動が、あ、そういうことまたね。これでささっと行っときましょうね。え、どうなの？これなんか微妙なんですけど、こっちに行った場合はどうなんだい？あ、あ、あ、またか。敵が分散するとね、自分らも分散しちゃうでね。あ、でももうファルナ姉さん守るのを最優先した方がいいかね。ヤマンはなんとかなるでしょ。今のとこね、死にまくってんのはファルナ姉さんなんでね、ファルナ姉さん守りましょう。ヤマンさんはなんとか自分でしてください。あれ、この後どうなんだろう。タムリさんよ、タムリさんも40になっちゃった。ね、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。PC88 のエメラルドドラゴンパート28ですね。どうもありがとうございました。